クレアマジックメルマガ早番。今回はですね、世の中に間違った伝説がはびこっているので、これはまずいなということで緊急特番的に早番をやってます。ですね、ワイドショーとか見てたり、ネットでインフルエンサーと言われてる人たちが最もらしい理屈並べて、これ知らないと騙されるぞみたいなことをやってるんで、かなりね、義憤に燃えてこの番組やってるんですけどね。自民党が旧統一教会の問題に真摯に向き合っていれば、去年の辛いテロは起きなかったし、被害者も減らせたし、北朝鮮にお金が流れることもなかった。どうして日本国民がわざわざ命がけで犯罪に走るのか、テロが起きる原因からなくしていきましょう、ということを言うから岸田首相暗殺未遂事件が起きました。こういう言説自体が間違ってんです。テロをやったやつを、ね、叱らないで、テロの原因をなくしましょうと、これね、昔からあるパイオクの手口なんですよ。死刑反対運動とかやってるパイオクの皆さんがもう決まり文句でもう50年ぐらいね聞き飽きたんですけど、ね、犯罪者が悪いんじゃないんだってね、犯罪を起こさせた社会が悪いんだって言って死刑に反対してて、そいつが模範囚で出てきたらまた人殺したとかね、そういう事件ありますからね。で、こういうわけがわかんない言説をパイオクじゃなくて普通にIT かなんかで儲けてる人がしてるっていうのは相当強要がないですよ。あんまり会社名出したくないですけど、サイボーズ、ね、サイボーズのなんちゃらさんみたいな人が木村ボーをね生み出したんですよ。申し訳ないですけど、ね、この木村ボーのね首相の暗殺未遂事件ですよ。私ね、岸田さんをね、むしろ批判的ですけどね、これはね、殺されそうになった人にはね、同情しますよ、その一点で。殺そうとしたやつと殺されそうになったやつがね、対等っていうのはありえないですからね。一方的に殺しそうになったやつが悪いですからね。で、こいつの言い分ね、まず、選挙に出ようとして跳ねられたと。ね、あなた、非選挙権ありませんし、供託金用意してないじゃないですか。ね。で、それを裁判所を訴えたら跳ねられた。当たり前ですよ。日本国の憲法と法律知ってますかと。で、不服があって、高裁に訴えてたんでしたっけ。で、それの判決を待たずにテロが走ったと。もう、どっからどこまでもね、君社会知れで終わりのやつですよ。もう同情の余地なし。私ね、人間にね、100点も0点もないって言いますけどね、ここまでね、0点のやつってなかなかいないですよ。で、むしろ、こいつにね、一点の同情でもする時点でそいつが問題ですよ。もう大人としてなってない、ね、で結局ね、若者の意見が通らない社会が悪いとか、これを機に制度を見直せとか、まあもっともらしくね、非選挙権のね年齢が日本は高いとかね、供託金が高すぎるとかワイドショーで言ってますよね。そういう意見が、第三のね山上木村出しますよ。これね、出たらね、あなたたちね、ほんとね、次死人が出たら責任持てますかって、今回岸田さんたまたまですからね。運が良かった以外何もないですからね。うん。で、ほんとね、木村の主張ね、聞いてると、ほんと身勝手なね、主張としか言いようがなくて、25歳と年齢制限は法の下の平等を反する。そこに、日本は諸外国と比べて高いぞ、みたいなことを言うんですけどね。でも法は法なんですよ。うん、それは正当な手段で訴えればいいのに、できもしないのに立候補しようとして跳ねられて、裁判に訴えて跳ねられて判決待たずにテロ、話にならんすよ、ガキンチョかお前まで終わりですよ、はっきり言うと。じゃあはっきり言います、赤ん坊選挙権やります、非選挙権あげます、おかしいでしょ。だから25歳が適切かどうかは別にしても、20歳の選挙権が18歳になった、そういう議論があるにしても、じゃあ赤ん坊にまで選挙権あげるんですか、常識で考えるよと。パヨクはね、もうフランス革命とかね、その前の啓蒙思想の時代から理屈ばっかり言うんです。確かに現実社会には、人間社会には矛盾があります、そこだけ取り出したら正しいんです。でもじゃあ現実社会とパヨクの言ってる社会とどっちがマシなんですかっていう相対評価の観点がない、常識がない、赤ん坊に選挙権やるかありえないだろ、終わりっていうね。で、日本国憲法すらここまでの木村坊みたいなことを認めるほど愚かではない。日本国憲法は私ね、全否定しますよ。
でも私が全否定したくなるような日本国憲法だって本当の意味での全否定はしなくていい。一応それなりになんとかうまくやってきてるわけですよ。これでも一応社会はね成り立ってるわけですよ。うん。で日本国憲法の、まあ、実務と通説の積み上げでは一貫して合理的区別というものは認めています、うん、確かに日本国民全員に選挙権があるべきだ、うん、非選挙権もあるべきだ。でも赤ん坊にまで選挙権非選挙権を与えるわけにはいきませんっていうふうにできてる。ちなみに子供に選挙権がない代わりに少年法といって特権を与えられて保護されてるっていう風に作ってるわけですね。それはそれなりに理由があるのに。でしかも木村の某の言い分っていうのは結局本音としては当選したら報酬がもらえて生活が安定するってただそんだけやんと。それを実現で絶対できないからこれは矛盾だって憲法とか法律を勝手に都合がいいところだけ引っ張ってきて勝手な理屈を言ってるだけで何一つね聞くに値することはないわけですよ。だから憲法の条文を勝手読みで自分の日本語の理解だけでやったってダメね。パヨクの特徴は先行研究を無視して一次資料を引っ張ってきて勝手な解釈する。でパヨクって言いましたよね。これ本当はカルトです。何がどうカルトなのかっていうこの結局一次資料を引っ張ってきてこの場合日本国憲法ですね、一次資料を引っ張ってきて先行研究この場合通説と、まあ、実務ですね、無視して勝手なことを言うのがいかにカルトか、でそれを甘やかす大人がいかにけしからんか。理屈ばっかり言うのはパヨク、でもパヨクは暴力を持たせたらカルトになります。そういうことを起こさせないために常識持てっていうのが保守ですということを真面目に学ぶのが倉山塾なんで、まあメルマガ結構ね今回ねここのとこ毎日のようにね、なんで人は殺しちゃいけないの、テロを賛美しちゃいけないのっていうこと書いてあるので、まあ真面目に勉強したい人を求めていますんで、興味がある方は毎日6時からメルマガ流れてきますんで、まあ読んでみてください。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。